ちを待ってるみたいだな。ちょうどよかったです。寂しいですが言わなければなりませんね。しばしの別れよ、同行者。あなたは勇気を見せてくれた。この風もあなたを称えるために吹いているわ。なんで急にお別れなんだ？大隕石のせいで昏睡現象がひどくなっています。各地で人手が不足しているようです。お嬢様と私は患者たちの世話を担当するゆえ、あとはお任せします。さようなら。あなたは最高の聞き手だったわ。普段私と一緒に行動する冒険者たちは多くいるけど、その今回の旅は素晴らしい冒険の旅だった。こっちだって最後まで。ん？フィッシュルの話し方いつもと違くないか？ついうっかり普通に話しちゃった。つまり勇敢で知恵のあるあなたたちならどんな困難だろうと梅雨と消えるでしょう。オズの通訳が逆になってるぞ。あなたたちなら真実にたどり着けるはずだという意味です。そうよ、この皇女の従者だもの。断罪の騎士よ。みんなを闇から光の地に連れ戻すのよ。誰が従者ですか？またお会いできる日を楽しみにしています。すべてが終わった後、酒お茶でもしましょう。はあ、いい協力者だったのに。それよりいいお知らせです。新たな発見がありました。大隕石から採取した砂塵を占いに使ったところ、とある情報が見つかったのです。この隕石には1000年以上の歴史があり、レイナルドは昔の人であることが分かりました。隕石は彼の意志を運び続けました。つまり1000年以上もの間、彼の願いはまるで弱まることがなかったのです。山頂に登りたいと絶望する人間、きっとあなたと同じ冒険者だと思います。冒険者？通りで雪山に登りたがってたわけだな。今までは時間をかければ答えを導き出せていましたが、今度は考えを変えて根本から問題を解決しないといけません。そうだな、今はそのレイナルトってやつを調べるべきだな。ええ、もし隕石に願いが乗せられているとなると、フィッシュルの言った通り、それは呪いです。まさか先に言い当てられるとは。まあいいです、優秀な先生術師はこれ式のこと気にしませんから。とにかく呪いを解きましょう。おう、昔の冒険者を調べるならまず冒険者協会に行こうぜ。そういった名前の冒険者は何人もいましたので特定はできませんね。ですがレイナルトという方が書いた本を知っています。一度図書館に行ってみてはどうでしょう。
者レーナルト、レーナルト、あった。レーナルトが書いた本は図書館1階の北西側にあるらしいぞ。北西、あっちだな。冒険者手帳、山と海の書、作者レーナルト。でも足りないページがあるぞ。全然わからない。まさか無駄足になるなんて。あ、そうだよな、そうしよう。見つけたぞ。見せてください。まあそんなことだろうと思いました。普通の先生術師ならここで諦めるでしょうね。しかしこのモナは未来の先生術を担うもの。これぐらい造作もありません。不足している部分を正版で推算して解読すれば。ふう、読み終わりました。どんな内容なんだ？想定通り、レーナルトは2000年前の冒険者です。とんがり帽子山という雪山に登るのが彼の夢でした。2000年前？じゃあ、あの奇跡はそいつの命の星座？彼の命の星座はある原因で召喚されました。この点に関してはファデュイが関係してると思います。確かにあいつら変わったことばかりするからな。隕石にある元素力は暗示という形で周りの住民に影響を及ぼし夢を見せました。私の考えが正しければ隕石の中には核心のような存在があるはず。それがレーナルトの精神の結晶です。仮に私がレーナルトでしたらきっと夢見ていた場所に行こうとするはずです。とんがり帽子山にあるってことか？でもどこだ？聞いたことないぞ。私も初めて聞きました。本にあった地図と今のモンドの地形を比較するととんがり帽子山はもう存在しないことがわかります。雪山が消えるなんてことありえるのか？風神バルバトスは人々のために氷雪を飛ばしモンドの地形を変えたとそう本で読みました。かつての山は海に沈んでしまっているのです。しかし
それほどの高い山であれば、海中に沈んだとしても何かしら痕跡が残ります。その痕跡とは、海面から顔を覗かせる山頂部分です。そして今の名をマスクショーと言います。これがとんがり帽子山ですか。小さくなりましたね。先客がいるみたいだぞ。ここは観光名所なのか。あ、お前。お君たちか。あの様子、まさか夢から覚めたばかりか。自力で目覚めるなんてありえないです。君たちにできないことが僕までできないとは限らない。一歩遅かったな。僕の研究はもう終わった。やっぱりファデュイの仕業だったのか。そうカリカリするな。今日は時間がない。また今度にさせてもらうよ。今まで雪山の夢の中にいましたよね。レーナルトのことはどれくらい知っているんですか。レーナルト？何のことだ。まあいい。今は雑魚を気にしている場合じゃない。気づいてしまったんだ。恐ろしい、重大なことに。あ？星空自体巨大な嘘なんだ。星空が嘘？どういう意味ですか？モナの先制術を否定する気か？でもそこまで言わなくてもいいだろう。それに夜に空を見上げれば星が見えるじゃんかよ。それが嘘なわけないだろ。甘い、甘すぎるよ。ま、君のせいじゃない。少し前まで僕もそう信じてたから。少し前まで？それって君たちの話に付き合ってる暇はない。道化のやつ、こんな任務を僕に任せて事前に発見の可能性を教えないとは。僕を驚かせたかったのか。今から真相を確かめなければならない。失礼するよ。青に、どこに行ったんです。今青二歳って言いましたよね。私を甘く見るなんて、天才の怒りを教えてあげます。運命には逆らえません。足元に気をつけて。裁きを受けよ。まだ生だか。すごい戦いぶりだったな。私を怒らせた罰です。当然です。パイモンもそう思ってますよね。ねえ。そうだな。モナがいなかったらもっと大変な目に遭ってたかもしれないしな。うん、聞こえてますか、ファデュイの執行官、悪者め。でも先ほどの彼は嘘をついているように見えませんでした。
師匠が先生術を教えてくれた時に言っていた偽りの空には他の意味があるのでしょうか。少し考え事をしてました。さあ仕事しましょう。他の隕石とは少し違うな。なんか明るい感じ。この石から凄まじい元素力と意志を感じます。確信で間違いありません。ええ、壊さないとみんなは目覚めません。この確信が事件の根源ですから。頑張れ。縄があれば山は登れる、いかだがあれば海は渡れる。40歳までわしはあらゆる秘境を踏破した。とんがり帽子山はわしの冒険を終わらせた。いや、それだけではないかもしれない。わしは年を取った。かつてわしは幾度も山の麓で果てしない雪に敗れた。それはまるで弱点のない獣、世界の残酷さそのもののようで、わしは怯えた。勇気を失った冒険者は高い山を登れなくなる。わしは山登りをやめ、大きな夢を見始めた。人類は自然を征服するために道具を発明する。そして何度も何度も改善を重ねる。足でたどり着けないなら道具を使うのだ。道具でできないことは翼に力を借りよう。親愛なる友よ、この未完成の翼の設計図は託したぞ。未知を前に人類は力を合わせる。生きていれば人類にたどり着けない場所などない。わしに残された時間は多くない。だが風はまだ訪れない。しかしわしらは、あるいはその子孫、弟子、友人の中に、そこへたどり着ける者は必ず現れる。こういうことだったんですね。人類の信念が千年間も存在するとは。ああ、先生学はやはりすごいですね。なんで急にそんな結論に。星と交流することで全ての秘密が見えるからです。もちろんそれができる先生術師はそうそういませんが。急にどうしたんです。そういえばフィッシュルは不思議な人でしたね。だよな。なんというか、あ、その確かにそうだけど、よく考えたら彼女の言葉も間違ってなかったんだよな。まさか間違った方法で正解にたどり着けるタイプの人？そうかもしれませんね。ただとんがり帽子山が小さな島になってるなんてな。かつての山が小さな島になって、船に乗れば簡単に行けるようになりました。誰でもとんがり帽子山に登れるってことか。レーナルトはそれで喜ぶのか。きっとこんな結果は予想外だったろうな。
けど今のモンドの人々は風神の助けでみんな飛べるようになった。翼を手に入れた人々はもっと遠くへ高い場所へ行ける、未知を発見できる。さあ隕石の核心の処理も終わったし、眠った人たちも目が覚めてると思うぞ。これで冒険者協会の依頼を無事完了したってことだな。裁きを受けよ。走るより飛ぶ。運命は水面に映る。火炎よ、燃やし尽くせ。水中電荷。一緒に遊ぶ風だ。
決を下す。足元に気をつけて。星と深淵を目指せよ。無事今日の依頼を。
ってるよね。足元に効く？飛ぶ方が早いよ。足元に気をつけて。決を下す。判決を下す。判決を下す。
体に移るのだ。裁きを受けよ。これが運命です。逃げようなんて思わないでよね。判決を下す。
決を下す。ここだよ、風だ。星とし走るより飛ぶ方が早いよ。走るより飛ぶ方が早いよ。Thank you.
逃げようなんて思わないでよね。判決を下す。逃げようなんて思わないでよね。一緒に遊ぼうよ。逃げようなんて思わないでよね。水中玄関。ここだよ。あっ、よいしょ。
相手を間違えたな。逃げようなんて思わないでよね。おう、一緒に遊ぼうよ。お、逃げようなんて思わないでよね。ここだよ。変えられない、逆らえない、受け入れる以外何もできないの。
決を下す。
行動するんだ。もっと聞きたいならリンゴをちょうだいよ。
ジュエリーですよ。遠回りして酒を。
ん、はっ、
走るより飛ぶ。おに。逃げようなんて思わないでよね。はあ、
よね。お？お？よいしょ。シャザーの道を足元に気をつけて。走るより飛ぶ方が早いよ。ここだよ。逃げようなんて思わないでよね。ふう、
師匠だ。走るより飛ぶ方が早いよ。
こだよ。足元に気をつけて。おとなしくしやがれ。これ。風の神。我らを導く。おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。おとなしくしやがれ。
もっと聞きたいならリンゴをちょうだいよ。Thank you.
ここだよ。よいしょ。走るより飛ぶ方が早いよ。足元に気をつけて。ここだよ。ふわっ。
緒に遊ぼうよ。走るより飛ぶ方が早いよ。お、
きを受けよ。
に遊ぼうよ。そりゃ、え、はっ、逃げようなんて思わないでよね。足元に気をつけて。判決を下す。
行動するんだ、旅人よ。失われた紙片が僕たちを待っている。走るより飛ぶ方が速いよ。風だ。これが運命です。相手を間違えたな。それを出よう。足元に気をつけて。へや、チャンスだ。しびれるぞ。逃げようなんて思わないでよね。運命の距離。ふう、風だ。ここだよ。Thank you.
物欲